有最强星二代之称的 Cocky 木村光希，由入行做 model 开始，已经承受不少舆论压力。被外界指他一入行就可以同不少国际大品牌合作，到最近进军电影圈。Cocky 就有機會接拍《咒怨》系列電影的導演，有恐怖大師之稱的清水崇所執導的新作。其實 Cocky 都明白這些機會得來不易，所以他都很認真面對每一次的工作。而這次他都有向爸爸木村拓哉拿了不少寶貴意見的。幼い頃からやっぱりお父さんの映画とかドラマを見させていただいてたので、やっぱりその憧れはすごい持っていました。その出演が決まってからまず家族に相談しました。でやっぱりお父さんとお母さんにいろんなアドバイスを聞いて、本当に毎日のようにお父さんに聞いてたんですけど、なんかその撮影の時のエピソードだったり、あとお父さんが心がけてることとか、あとすごい印象に残っている言葉とかをすごい聞いてましたね。台本の裏側にお父さんにメッセージ書いてもらって、でその一日が始まる前に必ず見て、それを自分に聞かせて現場入ってきました。いいなって感じそこになんか Enjoy and do your best って書いてあって、それを自分に聞かせて始めてました。有爸爸教路之外， Cocky 都有去学习演技，特别是首次演戏就要挑战一人分饰两角，所以他都落了不少苦功的。そのクランクインの間までにその演技のレッスンをさせていただいてて、でどうやってその自分の役に入る前に自分をまず無にするか、ゼロから始めるか、あとどうやってその気持ちの持っていき方とか感情の持っていき方とかをまず学ばせていただいて、撮影方法で同墓地って言ってカノンとシオンを交代で撮ってる時に、その画面で見てカノンとシオンが一緒に揃ってるところがまずどういう風に映るんだろうって思っていて、あと CG が加わったり、あと音楽も加わった後もどういう風に映るんだろうっていうのがすごい興味津々です。至于讲到这次演的恐怖片， Cocky 就说看剧本时已经被深深吸引住，他透露电影不只是有恐怖元素，更是一套讲亲情和友情的作品。その最初の仮台本を読ませていただいた時に、ホラーの部分ももちろん本当にもう夢中になるくらい、もうどん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 読んでいきたいと思うくらい素晴らしい物語で、あとホラーだけではなくて家族の絆、あと友情、あとその姉妹の中での絆が描かれていたので、その物語にすごい惹かれました。読んでるうちに本当にもっともっと知りたい、あとその結構ホラーの描写、怖いと思う描写は本当に思わず涙が出てしまうぐらい、もうすごいはっきりイメージしやすかったので、役作りをする中でもとてもイメージしやすかったです。